椎名大蔵です。よろしくお願いします。はい、出演決まった時、いや嬉しくて、鹿殺しさんは何作品か3作品ぐらい過去見たことがあって、すごくエネルギーのあるテンポのいい、見ていてすごく心地のいいお芝居だったので、いつか出たいなっていうふうに、個人的にすごい片思いで思っていたのが、お話をいただけて本当に嬉しいですし、今からもずっとワクワクしております。はじめましての方も当然いるんですけれども、鹿殺しさんの中に結構知り合いが、いまして、中でもその丸尾さんと、ご一緒したのが、リボーンという作品で演出家さんとしてお会いしているので、今回一緒にその役者として、舞台上で絡めることがすごく楽しみですし、いろいろ刺激をいただこうかなと。そして僕もその劇団鹿殺しさんに刺激を与えられる一人になれればなと思っているので、存分に暴れたいと思っております。楽しみです。傷だらけのカバディということで、多分すごいエネルギーのある作品だと思います。見に来てどっと疲れるような、作品になるかもしれませんけれども、きっと楽しくいろんなものを持って帰っていただけると思いますので、劇場に遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。待ってます。